「オーディオブック777アンヌ再び」「私にとってただ一つ永久に不滅なのはそれは巨人軍ではなくてウルトラセブンなのです」「武田氏の女優だった時代にアンヌ隊員という記憶に残る役を演じることができた私は幸せというか。 なんとついている女なんだろうなと思います。作品ではマドンナ的存在のアンヌ隊員も毎日が失敗失敗の連続。何をやってもとんちんかんで、それは破天荒な私の青春そのものでした。たくさんの人に囲まれ、右も左もわからないまま夢中で過ごしていたあの頃。 おだてられれば木にも登ると言われた危なっかしいあの頃の私に戻って、青春時代を書き綴ってみました。ほんの一時でもお楽しみいただければ幸いです。ひしみゆりこ著朗読小田木美恵福沢良一 永遠の特撮ヒロインウルトラセブンのアンヌ隊員が本音で書いたあの頃の真実「し見百合子」初エッセイの文庫版がオーディオブックになりましたオーディオブック7 7「セブンセブンセブンアンヌ再び」各オーディオブック配信ストアにて販売中。